こんばんは、入山明子です。6月29日木曜日、入山明子のつれづれ日記。今日はラジオの収録、中本直樹先生のラジオ川越なんてったって歌謡曲にゲスト出演させていただきました。2度目の出演、1泊2日をまた PR していただきました。先生は鶴ヶ島の駅からすぐのところにお店も持っていらっしゃり、いつもお客様に1泊2日おすすめくださったり、ご自身でも歌ってくださったり、ありがたい応援をいただいています。先生からのご縁、そして北谷海峡とみちゃんからのご縁で、今日は千葉の熊川さんからお誘いいただき、熊川さんご夫妻、彩子さんと先生と4人でゆっくりお話をしながらお食事をいたしました。ご縁とつながりが今は一番の宝物です。少しずつ初めてという皆様ともお話ができたり、交流を深めることができ、とても嬉しく思っています。気さくな面がとても素敵な熊川さんご夫妻、講演会にもご入会いただきましたので、良いつながりがまた広がりそうです。今日もたくさんのお花の写真をいただいています。明日も撮影が終了後は大阪に移動いたします。週末は大阪でのキャンペーン、そして心斎橋でライブ、どちらも楽しみです。それではゆっくりとお休みください。暑い一日でしたが、また熱中症には十分ご注意され、元気にお過ごしいただきたいと思います。おやすみなさい。